皆さんこんにちは、木更ギヤミと申します。聞いてくださいよ。先週ね、初めて入るメイドカフェに行った時に、どんな会話をすればいいのかわかんないってことをね、ラジオでお伝えしたんですけども、早速私、初入店のメイドカフェ行ってきました。これね、結果から言うと、私としては考えられる最高のコミュニケーションだったと思います。実際のシーン再現しますね。まず、紅茶を頼みました。で、来ました。メイドさんがね。お紅茶を捧げいたしますね。結構お紅茶飲まれるんですかあそうなんですよ。でも実はこのお店初めてで、そうなんですかすごいい落ち着いてたかから一言ある人なのかなの 行ってましたいやメイド会社では結構行ってるんですけどあそこのお店知ってますそこで結構お紅茶のよく飲むんですよそこ行ったことありますお紅茶美味しいですよね行ったことあるんですかはい半年前くらいに行ったんですけどライチのお紅茶が美味しくってわかりますあれフルーティーでめちゃくちゃ美味しいですよねえー、また行ってみたいなぜひぜひ行ってみてくださいって感じでもちろんねメイドさんが盛り上げてくれたっていうのはあるんでしょうけどそれを差し引いても我ながらベストなコミュニケーションが取れたんじゃないでしょうかこれはもう私要求確定ですねこの調子で今度はクラブに行っちゃいたいと思います